った音。ここ横でにゃんこ寝てるんですよ。にゃんこ寝てる。にゃんこ。聞いて、ももちゃん。ももちゃんおはよう。ももちゃん聞いて。またな、お母ちゃんに怒られたんよ。お父ちゃん。また喧嘩汚くしてって。よう怒られんねん、この頃。なあ。お前はいいよな。土足で上がってきてもさ。ああ、ももちゃん、よくお帰り。よく帰ってきたの？どこで遊んでたの？なんて歓迎されてた。ほんで、ピアノの上に乗るやろ。ならね、この猫の足の中にペタペタってなって。それでもお母さん怒らへんもんな。お父さんなんかそんなん、もうピアノの上にこう、もろな子置いたら、ピアノの上のにこう、水のコップ置かないでとかね。そんなこと言って怒られんのよ。うん、怒られてばっかり。洗濯物にはね、泥のね、ついたね、もの入れないでって。洗ってから入れてやって。洗ってから、何のための洗濯やねん。洗濯機やねん。な。何を言うとるかと。あくびしてくれたん？はい。ありがとう。サンキューベリーマッチ。はい、パッションフラワー、アメジストですね。これね、初開花しました。秋でね、やっと開花したんですけどね、こんな感じの花になります。なかなかね、ティアラもね、もうすぐ綺麗なんですけどね、これもね、負けていませんね。結構ね、綺麗ですよ。この辺のこのグラデーションなんかもね、結構きちっとしてまして、はい、こうなっててね、もう一つこれまた先、明日ぐらいかな、一個ずつ咲くんかな、と思いますけどね。はい、どうでしょうか、こんなんですよ。こんなん。まあ簡単に説明しておきますと、このアメジストはですね、耐寒性が結構ある。マイナス3度ぐらいかな。それぐらいまで耐えるって書いてます。奈良の方でもまあ3度ぐらいってね、って言いましても、ある本にはね、8度とかね、マイナス8度とか5度とか書いてあるから、耐寒性はね、結構あると思いますんで、うまくいったらですね、外でね、過ごして咲かすこともできるか分かりませんね。そういう時計層です。で、花が咲き出したら結構連続してこうやってね咲いていくっていう種類というのは聞いてますんで、そういう意味ではね、アメジストね、古い種類なんですけども、いいかなと思います。またこれはまあ栽培図鑑の方にね、そんな時間かからなくて、入れてもいいかなと思ったりするんですけどね、いかがでしょうか。はい、パッションフラワーはね、アメジストの方がですね、かなり咲いてるんです。ね。こことかね、こことか、ここでしょ。はい。で、ここ。ね。あちら上の方にも咲いてますね。こことかね。あ、ここにも咲いてます。一挙に5つぐらいかな。もう咲いてますね、これね。はい。で、こっちはですね、カエルレアのね、花粉をいっぺんつけてみたんですけどね、どうかな、形成してるかな、ちょっとわかりませんね。これ、しばらく見えんかったらダメですけどね。はい。あ、こっちの下にも咲いてますね。あ、結構ね、パカパカね、こう咲くような種類なんですね、これね。どんどん咲いてる。ここもこうです。ね。はい、今年ね、初めてまともに咲いたね、パッションフラワーインセンスです。こことね、それからね、こっちの方にも。こっちの方にもね、インセンス咲きました。香りがね、漂ってくるんですよ。香水のようなね、匂いがあってね、結構いいんですよ、匂いは。それとですね、クリアスカイがね、これ2つ。ここと、はい。こっちも、ね。ですか？はい、咲きましたね。はい。はい、こっちの方はね、パッションフルーツのエトリスの方のね、嫌なんですよ。ですけど、今日雨降りましたんでね、おそらくね、結実しないと思います、これ。こうなってるんですけど、雨降るとね、花粉がね、流れちゃうんですよ。ダメですね、おそらく。はい。
一応やっておきます。はい、今日はですね、パッションフルーツの方の、ソースって言いますかね、ジャムみたいなのを作ろうと思うんですよ。これはまあ、時々やってますからね、またかーっていう感じで思われるかわからないし、まあ、リリコイバターをね、作ってもいいんですけどもね、バターもね、ちょっと高価なんで、もうちの母親喜ぶね、ジャムって言いますか、ソースですね。パンにつけるとかね、それからヨーグルトにこう入れたりするとうまいんですよ。それを作ります。これのジュースを絞ってですね、それで大体同じような量のこの白砂糖で結構ですんで、この砂糖を入れる。同等ぐらいね、入れる。で、オレンジジュースを入れてですね、沸騰させるんですよ。沸騰させるよりだってあんまりね、グツグツ煮るなんか、ちょっとこう、ああ、こう泡立ってきたなぐらいでやめて、で、そこにね、ゼラチンを入れます。そうしてかき混ぜて冷やせば、とろっとしたね、その身がね、できます。で、そうですね、中にはもしかしたらゼラチンがね、沸騰してないと、酵素が生きたままになって固まらないということあるかもわからない。それちょっとよく僕もわかりませんので、必ずこう沸騰、クツクツクツってなったらパチッと止めてって、そんな感じですよね。で、出来上がりますから。はい。その実をね、こう縦割りにしたらこんな風になります。種の周りにこのパルプがありますから、これがね、ジューシーで美味しいんですよ。香りがあって、プーンとね、パッションフルーツのいい匂いがね、漂ってきてます。はい。まあ、こんな風にしてですね、種のパルプの水分をですね、こう絞り取ってジュースをこう作るんですね。こうですね。はい。まあ、この種なんですけども、ここの周りのパルプのところをきれいにこそげて取って、で、ちょっと湯につけとくんかな、なんかそんなの書いてました。ちょっとそれはよくわからないですけど、ともかくそうしまして、種の周りについてるパルプを取って、よく取って、で、それをね、土にやると発芽するということらしいんですよ。そこまでやったことないんですけどね。大概。はい、これ絞り取ったジュースです。こんだけ取れるんですよ、8個で。結構あるでしょ。まあ、どっちかというと匂い付けですよね。で、これが 150g ぐらいの砂糖です。まあこれ多いとおっしゃる方はこう自分でね加減してもらっていいと思う。これぐらい入れた方が美味しいと私は思います。はい。で、これオレンジジュースですね。これぐらいかな。これは適量で入れてます。もうちょっと入れた方がいいかな。どうかな。こんなもんかな。いっぱいアクが出てきますんで、これ取った、かなり取った状態なんですけどね、出てきます。それはこまめに取ってもらった方がいいと思います。はい。ゼラチンをですね、湯で溶いたものをこうスティックが2つ、2本入ってるんですよ。それで、500ml ぐらいのゼラチンが、ね、できるという、そういう手合いのものだったんですけども、それをこう湯入れても入れてます。割愛してね、入れてますんで、これはもう冷やすだけです。ちょっと粗熱を取って冷蔵庫にね入れたら、トゥルルンとなります。ゼラチンはこんな風な本が売ってたやつね。買って、うちの家内買って、それを使ってます。スティックになってますんで、1本がね 200ml の水にね対応するというような感じだったですね。2つ入れたらもう500以上ありますんで、結構ねいい感じにね固めてくると思いますよ。これが出来上がったパッションフルーツのねこうゼリーですね。これをねもうそのまま食べてもいいんですけども、パンなんかに塗ってこうプルンプルンプルンとしてますんで、とかねヨーグルトに入れるとね美味しいんですよ。かなり香りがね良くて、はい、一遍試してみてください。ちょっとこれどうかな。うん、パッションのね、いい香りがね、口の中にぽわっと漂って、味わいはね、オレンジジュースのような感じでね、もうほんとやっぱり美味しいですね。はい。はい。今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録を
お願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。